はようございます。はい、タイさん、おはようございます。タイエオさん、マユちゃん、ハレリア、アメン、おはようございます。今日はとても涼しくてですね、過ごしやすいです。ルルさん、アンディビさん、おはようございます。今日は涼しいです。こんな雲の様子はこんな感じですが、ちょっと青空も見えてますが、曇ってます。あっちもちょっと青空が見えます。ゆうさん、もうかさん、けけさん、よっしーさん、アイスティーさん、おはようございます。おはようございます。昨日の真夜中ぐらいですね、何か私の町田から南の方かな、南、西、じゃなくて東の方に何か雷雲があったらしくて、私は見てないんですけど、私の妻がですね、何か雷雲があってこう、ピカ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 、雷ですよね。その雲と雲の中の雷といったらいいんでしょうかね、ピカ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 、すごい連続的に雷が光ったそうですね。そういうのあまり見たこともないですが、私のツイッターに一応その他の人が撮影した映像をですねアップしてありますので、はい、元彼さん、はい、今玉川学園通学中ですか。そうですね、会えなくはないですが、時間的にちょっと連絡ください。スカイプか、電話で連絡くだされば会えるかもしれない。シャンさん、おはようございます。あ、ユウさん見ました。あー、そうですか、そうですか。ああいうのは珍しいんじゃないかと思うんですが、最近ですね、最近何かこう雲がですね、なんか綺麗というか、朝焼けが綺麗だったり、雲がですね、なんか不思議な感じの雲が多い感じがします。神様は今日本をですね、こう霊的に変えようとしている一つの印ではないかなと思います。デビッド・テイラー氏はですね、日本に何かこう、神様の顔、神様の顔がですね、こう雲の中にあって、雲の中に神様の顔が出ることがこれから日本にあるというふうに言っていましたが、まあ、いつあるか楽しみです。日本にそういうですね、神様の顔が雲の中に出るという、世界中ではあちこちに起きてるんですが、まあ、日本にはまだ起きてませんよ。日本にも起きるようですよ。あやさん、ハレルヤ、ゆうさん、おはようございます。ゆうさん、よく雲が天使の形に見えます。わお。ゆうさんはいつも散歩します。雲がよく見えるんでしょうね。雲が天使の形に見える。みーちゃん、雲がイエス様の形のあるんだって。そうですね、まあそういうですね、雲を通して神様の印が、現れています。これからも現れるんではないかと思います。シャンさん、数週間前に雲の間から下界を照らす光を数十本見ました。アメン。私も時々見るんです。私も雲の間からですね、こう光がこう絵のようにね、こう絵にそういうのありますよね。絵のようにこう雲の間から光が差し込むのを私も何回も見てます。
なんかとてもいい印ですよね。なんか神様が私たちを祝福しているような、そういう感じがします。最近空の様子がすごくこう綺麗というか、綺麗な空、綺麗な雲。昨日の夜は台風一過で星がすごく見えてましたね。オリオン座が見えてました。なんかオリオン座って冬の星座なんですけど、昨日の夜オリオン座が見えましたね。なんか星がすごく、昨日の夜は星がすごく綺麗でした。レンブラント光線、ああそうなんですか。まあきっとレンブラントがよく描いたんでしょうね。レンブラント光線っていうんですか。納豆さんおはようございます。アブラハムさん、大牛座ですか。大牛座知らない、大牛座知らないです。シャンさん、あの光はイエス様からの祝福の光なんですね。アメン。私はそう思います。すべては偶然ではありません。すべては偶然ではありません。雲も雷も偶然ではありません。もし偶然だとすればですね、自分に雷が落ちると思って怖くて仕方なくなると思います。雷がたくさん鳴るとき、自分に落ちたらどうしようと思うかもしれません。しかし偶然ではなく、神様の許可がなければ雷が落ちない、自分に落ちないということを知っていれば、私たちは、安心できるのです。雷は偶然ではなく神様の許可の中で落ちますから、イエス・キリストを信じる私たちは、災害を恐れる必要はないのです。なぜ災害を恐れなくていいんですか。神様の、支配の中で全てのことが起きるからですね。そうすれば私たちは安心して過ごすことができます。みーちゃん、台風一過の後は空気がきれいになるらしい。そうですね。まあみーちゃん、台風一過の過という字が過ぎるという字なんですね。過ぎる、台風一過。神様は日本を変えようとしています。神様は日本を変えようとしています。シャンさん、雷が人に落ちるのはどんな意味があるのでしょうか。やっぱり何か裁き的なイメージがありますよね。雷が人に落ちる、何かやっぱり裁かれているような感じがします。あやぽんさん、おはようございます。おはようございます。太郎さん、おはようございます。いや、みーちゃん、私も間違えてました。私も以前は間違えて、まあ、一家って言えば普通はね、家の方ですよね。ジデロンさん、やはり日本は神によって滅ぶのでしょうか。わかりませんが、滅んでほしくありません。ジデロンさん、予言があります。予言があります。日本にリバイバルが起きて、日本にリバイバルが起きて、その、たくさんの人が救われるという予言がありますから、ジュデロンさん、その予言を信じましょう。予言を信じて、日本はもちろん信じる人と信じない人がいますから、信じる人が多ければそれは素晴らしいと思います。シャンさん、天の裁き、ご回答ありがとうございます。いや、合ってるかどうか分かりません。合ってるかどうか分かりません。アブラムさん、千葉県は台風の被害大変ですね。実は私のですね、父も母も千葉出身ですね。君津というところなんですけど、高圧線、電気の高圧線が2本折れたらしいんです。千葉県の君津市でね。その千葉県の君津市が私の父と母の、出身ですね。出身、私は小さい時よく君津市に行きました。
アメリカ人の男性にイエス様の話をしたら You are my slave と来ました。どうしたらいいですか。もう分かりましょうね。そんなとんでもないこと、これはあなたは私の奴隷だという意味ですから、もうそんな人と関わってはいけません。もう別れましょうね。そんな人と関わってはいけません。お化けの九太郎から、パクったのではありません。ユウさん、私が暴走族ブラックエンペラーの総長だと噂を聞いて怖くて眠れませんいや、私は暴走族ブラックエンペラーの総長ではありません。安心してください、安心してください。バイクは乗りますが、バイクは乗りますが、暴走族ではありません。シャンさん、君津市も甚大な台風の被害だとニュースで見ています。早く停電が解消されますように。そうですね、電気が止まると本当に困りますね。私たちネット族もですね、電波が止まると困りますし、特にエアコン、それから冷蔵庫、私はテレビ見ないからテレビはいいんですけれども、ネットがつながらないっていうのはちょっときつい感じがしますね。アイポンさん、もうそのお酒を飲む人ね、もうそんな人と関わらないようにしましょう。もしイエス様に関心があったら伝道してください、ね、イエス様に関心がなかったらもう距離を置いてください。断水も困りますね。そうですね、水が止まるのも困るし、電気も困りますね。ユウさん、安心して眠れます。ああ、よかったですね。アブラハムさん、牧師も配信長いですよね。もうですね、ヤフーメッセンジャーから入れると、ヤフーメッセンジャーからすると今月の15日で13年ですね。13年、今日は12日ですよね。あと3日でですね、3日で、ネット伝道13年周年ですね。ピアキャスですか。ピアキャスはね、ほとんどしてないと思います。しようかなと思ったこともありますが、多分してないと思いますね。あ、ユウさん、ありがとうございます。好きなもの、バイクってどういうことですか。バイクに乗るのが好きですね。バイクに乗るのが好きです。はい、それではですね、タイトルいきましょう。ハンナさん、ハンナちゃん、ネット伝道13年おめでとうございます。ありがとうございます。シャンさん、13年長く伝道されてますね。イエス様に感謝します。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、ニコ生は11年、12月で11年になるんでしょうかね。そうですね、まあ、ニコ生が一番古いでしょうかね、うん、今はツイキャス、ラインライブ、YouTube、フワッチと4つでやっております。
ショールームもやってますね。朝はショールームもやってます。リノさん、おはようございます。今日のタイトルは、多く与えられたものを多く、求められる。多く与えられたものは多く与えられる。みーちゃん、よっさんからきゅうちゃんを知って今ハマってる。一番良かったですね。はい、良かったです。盗みはダメですか？盗みはダメですよ。盗みはダメです。ゆうさん、もう彼と別れてくださいね。もう彼と別れましょう。不貧困は禁じられてます。不貧困は禁じられてます。もう純潔を保ってください。新婚結婚まで純潔を保ってください。ニコ生のコメントも読みますが、ちょっとスマホのコメントは小さいのでちょっと読みにくいんですね。シャンさん、見返りを求めず伝道者を志します。 MJ さん、時刻はですね、ウジ虫がいっぱいです。聖書にそういうのがあります。時刻はウジがいっぱいです。ですから皆さん、体中ウジだらけになってしまいます。ユウさん、もちろん許されます。許されますけど、ぜひもうそのような不倫をやめてですね、彼と別れてくださいね。彼と別れて純潔を始めて、そして清く正しく生きるならば罪が許されます。罪が許されます。その不倫を続けるならば罪が許されません。しかし不倫を悔い改めて、ね、イエス様の教えに、イエス様の弟子として歩むならば、過去のすべての罪が許されます。過去のすべての罪が許されます。太郎さん、夢で神様に殴られました。本当ですか？きっとちょっと悪コメを打ちすぎなんじゃないですか。悪コメを打って神様に殴られた。でもあまり聞いたことないですね。神様に殴られた、あまり聞いたことないな。大志さん、しかし知らずにいたために無知打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みますが、すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものを多く要求されます。大さん、ありがとうございます。ルカの 12-48。 シャンさん、地獄怖いです。罪を悔い改めて生きていきます。アメン。コマちゃん、キューちゃんに今日は人間関係のアドバイスもらいました。ありがとう。今日の御言葉はですね、どういうことかというと、例えばですね、まあ子供がいるとします。子供がいます。まあ2歳の子供と、まあ、5歳の子供がいるとすれば、まあ2歳の子供にですね、何か頼むということはあまりないでしょう。2歳の子供は何もできないからです。しかし5歳の子供だったら、ね、何々ちゃん、あれしてくれる、電気つけてくれる、あれを持ってきてくれるとか言ったらですね、5歳の子供だったらできるかもしれません。中学生ぐらいだったら、何々ちゃん買い物に行ってとか、ポストに手紙を入れてきてとか、まあ、小学生でもできるかもしれませんが、中学生だともっといろんなことができます。あ、大さん、ありがとうございます。地獄の話ですが、マルコの 9-48、 そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、
火は消えることがありません。これは地獄の話ですね。地獄では彼らを食う蛆、つまり蛆虫がですね、人間を食べるわけですね。体中に蛆がこういて、こう我々を食べるわけです。そういう食う蛆は尽きることがない、要するに永遠に、蛆虫に食べられる、永遠に蛆虫に食べられるという、そして火が消えることがない、永遠に地獄の火が消えない。皆さん、そんなとこに行っていいんですか、ね、皆さん、そんなとこに行ってはいけません。もうそれはもう本当に、ゆうさん、蛆が好き、蛆だらけが好き、わお。そうです、太郎さん、恋人とは別れるべきで、DV 夫とは離婚してはいけないのです。それは意味があるんですね。意味があります。エクスパンドさん、ありがとうございます。配信という配信はここだけだな、ありがとうございます。配信という配信、嬉しいですね。シャンさん、本当に地獄は怖いです。地獄怖いですよね。MJ さん、実際に、地獄の世界というのは存在します。そうですね。地獄の世界は実際に存在します。ヒットさん、小泉進次郎さんが環境大臣になりましたが、大丈夫でしょうか。小泉さんはですね、関東学院の出身らしいです。関東学院はキリスト教の学校ですね。それからその婚約者の、結婚されたかな、奥さんは奥さんはあれですね、何学院だったかな、ごめんなさい、ちょっと忘れました。青山学院、やっぱりキリスト教関係の学校だそうです。ですから2人とも、まあ、キリスト教クリスチャンじゃないかもしれない、青山学院クリスチャンじゃないかもしれませんが、2人とも、まあ、キリスト教の影響を受けた2人ですから、ぜひ2人がクリスチャンになってほしいと思います。うろ覚えで喋らない方がいい。うろ覚えで喋らない方がいい。シャンさん、ほほう。小泉進次郎さんはキリスト教関係とは素晴らしい。そういうわけで、まあ、高校生、大学生になれば、もっといろいろ親はですね、いろいろ任せることができると思います。家事を頼むこともできれば、いろんな事務を頼むこともできるでしょう。ですから、その人の与えられたもの、能力、訓練によって、神様は用います。私たちもですね、皆さん、イエス様の御言葉を学んでます。ということはどういうことかというと、それだけ求められるということです。私たちは真理を学んだのですから、神様のためにいろんなことができるようになってきたということです。隣人を自分のように愛しなさいというふうに学んだ私たちは、実際に愛さなければならないということです。御言葉を知らない人は神様は求めません。なぜかというと、御言葉を知らないので、それを実行することができないからです。未信者に神の御心を行いなさいと言っても、神様はそれをしないでしょう。なぜかというと、御心を知らないからです。しかし私たちは違います。私たちは神の御心を知っています。ということは、皆さん、私たちは求められているということです。神様の御心を行う責任もあるということです。信仰というのは素晴らしいです。祝福を受けます。しかし責任もあるということですね。
みーちゃん、キュータンはキリスト教は宗教じゃないと言ってる、真理と言っている。そうですね。MJ さん、多くの宗教は間違ってますね。多くの宗教は間違った教えです。なぜならば、そこにはイエス様がいないからですね。イエス様がいない、それはもう間違っているんです。ルリートさんっていうかな、ルリートさん、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。アメン。ジュデロンさん、十五夜の月見をしてはいけません。それは月を拝むことになるのです。お団子を、まあ、今ね、お団子を備える人はいないと思いますが、月を拝んではいけません。神様が作った月として見ることはもちろん、見るだけならいいでしょう。でも月見という、まあ、儀式はしない方がいいと思います。それは月にお供え物をするという偶像崇拝になるからです。ひまわりさん、初見です。カトリックです。朝から神父様のお話を聞いているみたいです。ありがとうございます。MJ さん、イエス様だけが真理だと書いてあります。イエス様ご自身が言いました、ね、イエス様だけが真理、つまり、もし、イエス様以外にマスターがいるなら、イエス様が間違ってるということになります、ね、イエス様は、イエス様だけが真理だと言ってる以上、他のマスターとは相入れないのです。MJ さん、私は真理だと言ったのはイエス様が言ったのですね。イエス様がそう言ったのでです。弟子が言ったのではありません。イエス様がそう言ったんです。ハンナちゃん、ちょっと読めない。ミッション系の学校の友達はとても優しく上品だったのに、卒業したら下品になりました。そういうのがあるかもしれませんね。ミッション系の学校に行ってるときは上品だけど、世の中に出たら汚れてしまって下品になる。人間ってそういう、みんなそうなんですよ。人間は子供のうちは純粋で清いのに、社会に出ると汚れて、下品になります。それが人間です。それが人間です。ヨハネの 14-6、 イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命のです。私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはありません。 MJ さん、このヨハネのヨハネの 14-6 を見てください。イエス様が言っています。太郎さん、聖書は物語もありますけど、物語だけではありません。歴史的事実もあるのです。フィクションの部分もありますが、ね、例え話はフィクションですよね。でもあとはですね、ノンフィクションですね。ひまわりさん、前は日曜日のミサに必ず行ってましたが、最近では仕事を優先してミサにあまり行けていません。でも毎日自宅の祭壇ではお祈りしています。やはりミサに参加した方がいいのですか？
この放送に参加した方がいいですね。この放送に参加しましょう。ダラクさん、晴れに感謝します。ヤソさん、すぐ人を憎んでしまいます。どうしたらいいですか。憎んでると気がついた時に許しましょう。できるだけ早く許すことが大事です。嫌なことがあった、何か言われたらすぐ許しましょう。その方が、いいのです。憎むと病んでいきます。憎むと病んでいきますから、すぐに許しましょう。誰だよ許しますと言うだけでいいんです。誰だよ許します、そういうふうに言うだけで許せるようになっていきます。はい、それでは明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、いろいろ学んだ分だけ、学んだ分だけ、実行する責任を感じる証。イエス様の教えを学んだ分だけ、それを守る責任を感じる証。スタート、スタート。ダラクさん、ね、欲を捨てましょう、ね、欲を捨てましょう。欲を求めるならば天国に、行けないと、行けなくなります。欲を捨てて信仰的に歩みましょう。信仰的に歩みましょう。ヒットさん、憎むほど相手に縛られないって本当でしょうか。逆ですね、逆です。憎めば憎むほど縛られますね。はい、 MJ さん、汚れなき道への近づきを知るために、MJ さん、イエス様は MJ さんのために十字架で死んでくれたんです。十字架以外に救いがないのです。十字架以外に救いがないからイエス様は十字架で死んだのです。他に救いがあるならば十字架で死ぬことはないのです。みーちゃん、すべてをできるだけ愛し、神のポイントをできるだけできるように変えていきます。シャンさん、イエス様のおかげで苦しい困難も乗り越えられる力をもらっています。アメン、感謝します。ユウさん、自分の子供たちに真実を理解してほしいのになかなか伝わらず、どうしていいかわからなくなることがあります。ユウさん、忍耐強く愛を示しましょう。そして祈りましょう。熱心に祈りましょう。もう本当に、熱心に祈って愛を示すならば子供たちは変わると思います。吉田さん、憎しみが消えない。じゃあですね、口に出してその人を許します、その人を許しますとイエス様に祈ってください。憎しみがなくなるまで言ってください。憎しみがなくなるまで言ってください。やってみます。アメン。食欲もない方がいいんですか。食欲、健全な食欲なら OK ですが、食欲が、食欲によって
支配されてはいけません。食欲に頼ってはいけません。ヨハネの福音書は前編が物語ですか？いえ、そうではありません。太郎さん、まだ生まれてない人たちのためにもイエス様は死んだのですか？その通りです。何を食べても許されるのでしょうか？偶像に捧げたものは食べないでください。シャンさん、イエス様を信じて祈りは毎日の日課になっております。アメン。嫉妬は、醜い感情ですか？はい、嫉妬してはいけません。感謝しましょう、ね、嫉妬しないで感謝しましょう。モーカさん、私も妹に伝道していますが、なかなか伝わらず、辛い時があります。妹にアーメンと言うと、ラーメンと言われます。モーカさん、気にしないで、許してですね。許して、失望しないで、愛してあげてください。なかなか伝わらなくても、神様はそれを知っています。モーカさんの祈り、モーカさんの信仰を知っていますから、忍耐強く続けてください。私たちは神様の御心を学んでいます。知りました。ですから神様の御心を行う責任があるんです。正しいことを知っているならば正しいことをする責任があります。信仰のない人たちは何も知らないので何も求められません。しかし私たちは信仰があるのでいろんなことを学んでいます。ですから要求されるのです。私たちは神様に用いられるのです。ぜひ皆さん、私たちは神の御心を知っているならば実行しなければなりません。それでは招きをしましょう。ハンナちゃん、日に日に可愛くなっていきます。イエス様のおかげでしょうか？その通りです。イエス様を信じるとみんなキラキラしてきますよね。みんなキラキラします。信仰によって輝きます。シャンさん、兄や妹にもイエス様の思いを伝わると信じて伝道していきます。アメン。あ、ごめんなさい。モーカさんのことですね。はい、今日の放送を聞いて、霊的に成長して、その与えられた知識、知恵、与えられた能力に従って、イエス様のために、責任を果たしたい。多く与えられたので、多くイエス様のために、仕事をしたいという方、アメン。イエス様の御言葉を学んだので、イエス様の御言葉を学んだのでそれを使ってイエス様の働きをしたい、イエス様の教えを実行したい人、アメン。アメン。信仰がなければできないこと、信仰がなければできないことを私たちはできます。ですから求められています。イエス様に求められています。学んだことを実行することを求められています。私たちはそのように、必要とされているんです。イエス様に必要とされているんです。みーちゃん、まだ勉強することがたくさんあります。そうですね。
吉田さん、怠惰は悪ですか？怠惰はね、悪魔によって弱められてるということですね。イエス様によって癒されたらやる気が出ます。まだ病んでるとやる気が出ないということです。天のお父様、感謝します。今日放送できたことを感謝します。私たちは日々御言葉を学べて感謝します。真理を知ったことを感謝します。イエス様を知ったことを感謝します。そして神と和解をし、神と共に歩む人生、神に導かれる人生、神様に祝福される人生を感謝します。これは恵みです。これはとても驚くべきことです。イエス様、感謝します。私たちはあなたを愛します。あなたに愛されていることを知ったので、あなたを愛します。そしてあなたの御心を行いたいのです。あなたに喜ばれることをしたいのです。神の国の働きをしたいのです。イエス様、どうぞもっともっと教えてください。導いてください。私たちがもっと自由になり、もっと、いろんなことができるように、神様が喜ぶような良いことがもっともっとできるように、解放し自由にして、肉にもその自由を肉のために用いるのではなく、神の国のため、神の愛のために私たちはその自由を使うことができますように。多く与えられたので多く用いられたいのです。私たちをもっともっと、用いてください。あなたに使いたいのです。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんの祈りは聞かれます。皆さんの祈りは聞かれます。もっともっといろんなことを祈りましょうね。祈ることによって、いろんな仕事ができます。祈りは仕事なんですよ皆さん。神様の仕事一番は祈りです。信仰がなければ祈れません。祈る思いを与えられなければ祈れません。祈れることだけでも素晴らしいのです。祈れる人は祈る責任があります。祈れる人は祈る責任があります。皆さん一緒に祈っていきましょう。千葉のためにも祈りましょう。日本のためにも祈りましょう。イスラエルのためにも祈りましょう。韓国のためにも祈りましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン。ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン。